漫画界の大巨匠横山光輝は手塚治虫のメトロポリスを読み衝撃を受け、本格的に漫画家になることを志した。手塚治虫は横山が書いた魔剣烈剣を売れる漫画と評価し、実際に読者から好評の声が上がり、スピード感と娯楽性が囲碁の作品スタイルの基本となった。手塚治虫が原作、横山光輝が作画で黄金都市など5作品を出し、鉄腕アトムのアシスタントも経験している。鉄人28号が巨大ロボットアニメ、魔法使いサリーが魔法少女アニメ分野の先駆けになった。ロボット、SF、忍者、少女向け、歴史など多ジャンルでヒット作品を生み出しており、手塚治虫は娯楽漫画の功労賞があれば横山さんにぜひ一番に差し上げるべきではないかと思いますと発言した。光プロダクションでは月に500ページ量産でき、締め切りには非常に誠実で、編集者が仕事場に行くと玄関口に完成原稿がきれいに封筒に入っていた。お酒はウイスキー1本と瓶ビール8本が晩酌で、タバコは1日70本たしなんでいた。